おはようございます。トレイルランナーの中谷亮太です。世界一熱い、世界一自由で、世界一豊かなプロトレイルランナーを目指しながら、たくさんの自己投資にて成長中、発展途上の30歳。大会に出場したり、自分でいろんなチャレンジをしたり、オンラインサロン走る栄養研究所 RN の運営をしたりしております。はい、それでは本題ということで、UTMF、UTMB に向けて、ついにロードバイク練習を開始。ちょっと噛みましたね。すいません。ついにロードバイク練習を開始ということで、今日はね、お伝えしたいと思うんですけども、まあ、もうこのテーマの通りなんですが、冒頭でもね、冒頭てかオープニングの方でも、お伝えさせていただいたようにですね、まあ、昨日ですね、初めてちゃんと、しっかりとね、した形で、まあ、ガチンコでロードバイク、に、乗りましたということで、まあトレーニングとして取り入れたロードバイクに乗ったのが、まあ、初めてなんですね、昨日が。で、まあそれはまあこうなかなかタイミングが合わなかったりもしたっていうのもあるんですけども、まあ僕のオンラインサロンメンバーの中に割烹みかんっていうね、まあ、日本料理をやられている美咲さんっていう方がおられてですね、まあ、その美咲さんがトライアスロンのまあ、エリートなんですよね。もう本当にアスリートで、まあ、その辺の大会では普通に表彰台にも何度も上がっているような方で、僕はトライアスロンあまり詳しくないんで、あまり、ね、知らないんですけど、まあ、すごい、方なんですね。まあ、ただその今コロナでトライアスロンのほとんど大会がないらしくて、で、まあ、それで、去年ですかね、にトレイルランニングの方を結構力を入れてやり始めて、っていう感じで、まあ、僕のオンラインサロンメンバーの方にも入ってくれて、で、まあ、丹波のレースもね、出てみたいな感じで、まあ、山が強いんですけどね、はい、トライアスロンでも、まあ、ランが結構もともとやっぱ苦手というか、まあ、って言っても速いんですけど、って言われてたぐらいで、バイクはめちゃくちゃ強いんですよね。で、昨日は、まあ、その美咲さんに先導で、まあ、引っ張ってもらって、で、池田さんっていう、まあ、よくね、コース整備だったり、すごいイベントでも手伝ってくださってるんですけども、池田さんにですね、丁寧にですね、まあ、自転車のことを教えてもらったり、まあ、空気もちゃんと入れてもらったり、こう自転車のことをね、いろいろ教えてもらったんですよ。で、まあ、途中でね、パンクもしたんですけど、で、パンク修理とかもその場ですぐしていただいて、まあ、早めに気づいてくださって、本当にね、まあ、いろんなことが勉強になったんですけど、まあ、そんな、こんなでですね、昨日は大体60キロ弱ですね。59キロかな、僕の GPS だと、57.8キロかなんかってなったと思うんですけど、まあ、60キロ弱ぐらいになってってたみたいなんですけど、まあ走りました。で、まあそれ2時間ちょい、2時間7分っていう感じだったんですけど、で、まあ走ったっていう感じなんですけど、いや、ロードバイクむちゃくちゃしんどいですね。まあ大体ですね、まあアベレージ30キロに到達しなかったんですけど、パンク修理とかもあった関係もあってですけど、まあ到達しなかったんですけど、いや、めちゃくちゃきつくて、特にね、30キロ超えてからぐらいかな、40キロ後半ぐらいがめちゃくちゃきつくて、まあ、細かいアップダウンが続いたんですけど、そこでね、美咲さんがもうぐいぐいなんか行くんですよね。結構軽そうに行くんですよ。でもそこがね、ほんとついていけなくて、まあ、最後はね、ヒルクライムっていう感じで、標高差、まあ、300メートル以上あるかな、350メーターぐらいあると思うんですけど、をヒルクライムでこうガツンと上がったっていう感じだったんですけど、まあ、そこはちょっとね、追いつきました。まあ、トレイルの、機能、まあ、能力というか、それをちょっと活かしたような感じで、まだまだですね、ドラフティングとかって、自転車の、真後ろについてですね、まあ、空気抵抗ない状態でこう行くっていうのとかもね、距離を詰めるのが結構怖くて、まあ、うまくできなかったりとかして、まあ、やっぱ前半から結構体力を消耗させられた状態で、中後半やっぱきつかったですね。でも結構これ面白いのが、僕トレイルでも結構中盤やっぱ垂れやすいんですよね。で、それが同じような感じになったので、まあ、そういった意味でもすごくね、耐えるというか、いい練習になるなと思ったんですよ。まあ、そういった意味でもね、本当になんかこう、僕レース大体前半がまま速くて、中盤ちょっと垂れて、後半また上がっていくっていう感じのレース展開が多いんですけども、まあでもどっちかというと多分これが僕の、特徴というか、まあこれが一番僕的にはまあ実力発揮しやすい感じなのかなとは思うんですね。もちろん最初速すぎて、中盤垂れすぎたら全然意味がないんで、まあ極力イーブンに近い形にするんですけど、まあ最初をあまりこう抑えすぎるのもまあ多分僕は良くなくて、
まあ、ある程度のペースで入って中盤もまあ垂れずに極力いって後半上げれるっていうのがまあ理想なのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、そういったような、ね展開を、まあ、そのままロードバイクでも、そういう展開になってですね、まあ、これはすごく勉強になりましたね。あとはですね、まあ、とにかく、スピード感がですね速いですよね。これはねものすごいいいなと思いました。なんていうんですかね、動体視力とか、やっぱ落ちていく部分もあると思いますし、そのスピード感に慣れているとやっぱ下りとかで の, あの判断とかがすごく速くなるんじゃないかなっていうこともあったりとか、体感速度が、まあかなり速いんで、それはすごくよくいいなと思ったのと、あとはやっぱ一番は、太もも周りとかの筋肉ですねをすごく、鍛えられるんですけども、まあ、そこがすごくしんどくなった、まあ、言ったら上りで結構乳酸が溜まっていくような状態をすぐにね作ることができるっていうのはかなりいいなと思いました。でただですね、地面からの反力がない分ですね、関節への負荷が本当に少なくてですね、確かにこう疲労感はめちゃくちゃあるんですよ。心拍も結構高くなるし疲労感もすごくあるんですけど、全然ですね、その何ですか、足裏からのダメージとか、まあよくね足底筋膜炎になりましたとか膝が痛くなりましたとか、いろいろこう痛みが出やすいと思うんですけど、そういう要素が本当にないなと思ったんですよ。でまあよくトライアスリートとかって故障しにくいって言ったりとか、ロードバイクの選手もねあまり故障しないっていうのも、まあ、聞きますけども、理にかなってるなと思いましたっていうことで、やっぱりこう高強度なトレーニングをした後にですね、なかなかやっぱこう走るのって結構痛かったりしんどかったりするじゃないですか。僕も石舞台レース終わった後ですね、やっぱりこう筋肉痛はもちろんあったんですけど、足裏とかもねやっぱりこうちょっとね痛みがあったりとかするしてたんですけど、そういった時にやっぱこう効率的にトレーニングとしてできるな、まあ言ったら心拍は結構こう上げれるんで、強度としてはそんなにこう低くないんですけど、体への負荷が本当に少ないっていうのが、これもねめちゃくちゃいいなと思いましたっていうことで、まあ、今後ね、いろんな形でちょっとこれ取り入れていきたいなと思います。まあ、週1回以上は、必ずまあちょっとこういったような、まあロングっていうかまあミドルになるとかな、ちょっとわかんないんですけど、まあ60キロ以上、まあできれば100キロとかのライドで、まあ、負荷をかけながらスピード感とか、まあ、筋力とかいろんなものをね養成していって、ランにねつなげていきたいなというふうに思っております。でまあその、昨日もねその後もすぐ走ったんですけど、感覚としてはね体の感覚としては結構いい感じですね。ただやっぱりこう結構筋肉がね、筋肉っていうかその太ももとかの結構ダメージが、まあ、あったんで、こうちょっとしんどいなっていう感じで中高盤疲労感はね、出てきたんで、まあそういった意味でもなんかいろんな使い方ができるなっていうことで、このロングに対する練習としてはかなり効果的にやっぱ使えるなっていうふうに思いましたね。はい。まあもちろん短い距離にもね、できるっていうことで、サロモンのグレッグ選手がですね、まあ海外の選手、本当にみんなロードバイク乗ってるんですけど、まあ今冬場はですね、まあクロスカントリースキーしてる選手が多いですけど、まあみんな取り入れてるんですよね。まあ僕の憧れているパワーカップル選手もですね、もう彼は5年前ぐらいからロードバイク乗っていますね。なんかこうインスタグラムとか見てても、かなり前からロードバイクを結構取り入れてて、彼のすごいのは超高負荷なトレイルの後にまたロードバイクを50キロとか結構な負荷で乗ったりしてるんですよね。まあ、それがだから100マイルとかでも中高盤こう結構垂れずに、心拍もねこう上げていけたりとか、できる秘訣なのかなと思ったりもするんですけど、まあこういろいろね、面白い、かなり深いですねロードバイクも。まあ僕はその機材とかにねめちゃくちゃお金をかけてとかっていうところまでやっぱりできないんですけど、トレーニングとしてですね、まあ今あるその機材で、まあ、少しねちょっとグレードは上げていくかもしれないですけど、あとはそのポジショニングとかもきっちり調整したりとか、まあギアもですね、まあ全然ちゃんと揃ってないんで、まあその辺はねまあちょっとずつですね揃えていけたらなとは思うんですけど、まあとにかくそのトレイルランニングのまあ強化だったり UTMF や UTMB につながるようなトレーニングとしてここからですね全開で上げていきたいなと思います。かなり、楽しくて面白くて深い、なと思いました。でそれでいてこうやり終わった後の達成感とかもすごく疲労感とかも、まあ、すごくいい感じであってですね、でもなんかこう走りに行きたくないっていう感じにはならない、体がまた走りに行こうってなれたんで、まあ、昨日もね朝まあその
ロードバイクの前にもちょっと走って、終わった後も、まあ、10キロぐらい走ったんですけど、まあ、その10キロの、ね、走ったコースが、まあ、2月の19、20日で、まあ、ちょっとあの自分のために、ね、作った大会ですけど、UTMF のコースにもすごくいい練習になるなとも思いましたし、まあ、そういった意味でもこうすごくプラスに働いていっているので、ね、楽しんで、しっかり頑張ってやっていきたいと思いますということで、皆さんも、ね、またぜひあの取り入れてみてくださいということで、今日と一日が皆さんにとって最高の一日になりますように。それでは皆さん今日もいってらっしゃい。